皆さんこんにちは、カズです。今回はバイクをスズキの GSX-8S に乗り換えたので、慣らし運転をするために山中湖と河口湖の方まで走ります。それではしばらくお付き合いください。はい、道志道に入りました。亀さんがゆっくり走ろう言ってますんで、あまり飛ばさずに行きましょう。1、2、3速あたりでクイックシフターを使うと、やっぱシフト速が大きいよね。 4、5、6ぐらいだといいんだけど、1、2、3は自分でクラッチ来てギアチェンジした方がスムーズだったりします。はい、両国橋道志村に入ります。道の駅道志は通過します。あ、なんか勝手にバスツーリングだったっぽい。ペースで良かったんだけどな。だいぶ上がってきたんで涼しいね。
21度。はい、山伏峠。飛んでるくれそろそろ目の前富士山が見えてこなさそうよね。今日は潮平野の浜に寄っていきましょう。はい、平野の浜、どれ写真撮るか。目の前の富士山は雲の中最近このパターン多いよ。しょうがないけど、ちょっと写真を撮ってさっさと次へ行きましょう。はい、川口湖。川口湖の周りをぐるっと一周して帰ろうと思います。ちょっと止めようか。よいしょ。ちょっと暗いけど写真撮ってみようかな。川口湖北記念。また鳴らし中なのでサービス366キロって出る。
川の縁を走ってみましょう。あ、もう終わっちゃった。道の駅勝山に寄っていきますと思ったんだけど、今んとこじゃねえか。さあ、どっか止められるのかな。はい、道の駅勝山。ちょっと休憩していきます。道の駅勝山をスタートした時にカメラを回し忘れたので、今は富士山ミュージアムというところのあたりです。ここから再開です。この後は山中湖の方に戻って、また道志道を通って東京の方に戻ります。富士山ミュージアム、何があるんだろう。富士山の石。はい、山中湖を戻ってきました。景色いいね。165キロ。
シートはちょっと硬いかな。たまに動いてあげれば大丈夫だけど。道の駅どうしようかな。多そうだ。海老名で休もう。そんなでもなかった。寄ればよかった。元気だな。いやはい、神奈川県に帰ってまいりました。そんなに飛ばしていくと危ないよ。道終わり。目の前に相模湖クリームパンって書いてある看板がとても気になります。美味しいのかな。相模湖クリームパン、パンと言ったら荻のパンだけど、この辺では今日は寄らないでさっさと帰ります。
気温33度。あ、やっぱこっち暑いよね。サービスエリアやっていきましょう。サービスエリアで休憩です。燃料はまだ持ちそうなので無給油で帰りましょう。1時31分にここまで来た。はい、こんな感じで今回は新しく買った GSX-8S の慣らし運転のために通し道を通って山中湖と川口湖を回るツーリングをお送りしました。GSX-8S ちょっとクラッチが重いのとシートが硬いの以外は最高です。これからこいつでたくさん走りたいと思います。今日は富士山見えなかったけどその分涼しいところで走れて大変良かったです。東京まだ暑いんでね、奈良市もあと220キロぐらいかな。結構今日で買って9日目10日目、そんぐらいなんだけど頑張って走りました。あとちょっとで奈良市が終わるんで、終わったらもっと長い距離のツーリングに出たいと思います。そんな感じで今回の動画はこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバーイ。